対1ですね、これはどうなるかというのも勝負の分かれ目になりますね。これまでですね、オフェンス側がボールを運ばないと手を使ってディフェンスをしてはいけないというルールがあります。レイジー・ミラーからなかなかボールを自分で切り込んだ。ルクスリツリバウンドです。そしてレジーミラー決めてきました。ジョーダンに戦った時はジャネダウンジョーダンつきましたよね。そうでした。それと経験を非常につきましたよね、ですからスタートに出て第1クォーターですでに2つ目ということになりました。テクニカル、ロッカールーム行ったんですけども、自分自らホワイトボードに作戦を書き入らず、ミラー打っていきます。こちらはまとめているのはこの人なんですが、そのテクニカルファール、おっと読んでましたね、レッジミラー、レッジミラーのプレイ、おっとうまい、うまいですね、パスで。ここはレッジミラーがうまくボールクォーター、この時間帯も勝負と見ています。レッジミラー来るか、来ますね、ですから気になりますね。そうですね、タッチはどうでしょうか。成功法数 NBA ナンバーワンのレジーミラー、軽く触ったぐらいな、74、ですからひょっとすると移転する可能性もあると。はい、そうですね、そういう反応ですね、やっぱりスピードありますから。そうですね、ベスト、ああファルがありますっていう言葉で言いますね。つるつる、もう一つこのウォーカーがリーダーとなりきれなかった、それが言われました、読みですよね。そしてこれがレジー・ミラーだ、戻しました、ピアスも入ってきました、ピアスも戻してますね、さあ勝負が来た、来ました、ローズ待っている、ミラー決まった、レジー・ミラー、このプレーですか。ここからグリフィンが行くんですが、くさっと抜きましたね、フェイクをかけてファールをもらうふりして打ちに行きましたよね、これが精神集中してた要因がありますよね、集中してるからこういうプレーが出てくるんでしょうね。結局44対108、もう時間はない、試合終了。